ヤッホー。朝から騒がしいな。なんだ、一体何が起きてるんだ。ドラオくん、ドラオくんがいない。マイちゃん起きて。はよ、何そんな大きい声出して。なんだかすごく騒がしいんだよ。大変なことが起こってるみたいなんだ。マイちゃん何か知らない？私は全然知らないけど、確かに本当騒がしいのだ。どうやら音は外から聞こえるみたい。なんだかよくわからないけど、外に様子を見に行ってみようよ。だね、もしかしたら大事件かもしれないぞ。なんだかこの謎の建物は。昨日までこんなものなかったのだ。楽しいね。あれはバナオくん？ちょっとバナオくん、一体何やってるのだ。おや、一晩かけて最高のジェットコースターを作ったんだよ。何これ、遊園地のアトラクションじゃん。すごい楽しいよ。あんなちっぽけな公園なんかより全然楽しみがあるから、二人とも乗ってみてよ。本当かな。ちょっとそれじゃあ失礼しますね。あー、めちゃくちゃ速い。これじゃあ失礼しちゃう。大丈夫だったのだ。本当にめちゃくちゃ面白かったのだ。ジェットコースター楽しそうって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こんなに面白そうなもの作るなんて、さすが遊びの天才だな。おいらもっといいこと思いついちゃったよ。これよりいいこと、一体何なのだ。このジェットコースターを改造してもっとスリル満点にするんだよ。これだけでも結構スリルあったけどね。よし、いいぞ。ここのジャンプ台を改造して、これでもっとすごい浮遊感を味わえるよ。よし、早速おいら乗ってみるよ。一体どう変わったのか楽しみなのだ。バナオ、行きます。この落ちる瞬間がたまらないんだよね。痛い。バナオくん大丈夫？あ、足が半分バナナオレになっちゃったね。そんなふざけたこと言ってなくていいからって。足がパンパンになってますよ。いや、ちょっと待って、これ骨折しちゃってるぞ。おいら、ちょっと歩けそうにないよ。大変だよ、まーちゃん、急いで救急車に電話。もしもし、ジェットコースターから落ちて骨折してしまったみたいなんです。今すぐ来てください。そんな、わかりました。どうしよう、二人とも息が詰まってるから救急車来れないんだって。それなら自分たちの車でって。ダメだ、点検に出しているからないよ。あ、一つ方法があったのだ。ボートを使ってあの池を渡ればいいんだよって。池が凍っててボートも動かせないのだ。近くの病院まで歩いても2日はかかるぞ。一体どうしたらいいんだ。ひとまず雪で足を冷やし続けるしかないね。足が痛いよ。とにかくまーちゃん、雪玉で応急処置しよう。あれ、まなくん、ごめん。もうちょっと優しくして。やっほー、みんな、バッチじゃん。こたつに入ってかき氷パーティーしようよ。かき氷パーティーってシロップちゃんとあるの？バッチリ用意してるぜ。真冬にこたつで食べるかき氷は美味しいんだよな。それならもちろん氷も持ってきてるんだよね。バッチリ持ってるよ。ナイス。さすがバッチちゃん、用意周到なのだって。そんなこと言ってる場合じゃないのだ。かき氷パーティーしたいのはやばいもんだから、足が折れてそれどころじゃないよ。あ、そうだった、バナオくんを病院に連れて行かないといけないんだよ。でも病院に行く方法がなくて。今困ってたのだ。救急車も来れないし、車やボートも使えないしね。そっか、じゃあかき氷パーティーはできそうにないな。って、かき氷？もしかしたらその氷を使えばいいんじゃないかな。氷なんか使ってどうするつもりなのだ。おいらの足を冷やしてくれるの？それなら雪玉でも同じなのだ。違う、氷の上をボートで走るとすごいスピードで動くことができるんだよ。それならバナオくんを病院まで運ぶことができるかもしれない。なるほど、病院まで氷の道を作っていくってことか。そういうことです。それなら私、ボートを取ってくるのだ。僕は家にシャベルを取りに帰ってくるよ。うわあ、ボートの上にウサギさんが乗ってるのだ。ちょっと緊急事態だからごめんね。ボートもらいます。それじゃあ早速バナオくんをボートに乗せに行くのだ。足の調子はどう？こんな感じで大丈夫？
そこそこバチ君が冷やしてくれてるから痛みが和らいできたよ。よかったな。でも悪化しちゃいけないから急いでシャベルを回収してバラオ君を病院まで運ばないと。バラオ君ボートには乗れそう？なんとか頑張るよ。無事に乗り込むことはできたみたいだな。それじゃあカッシー君バチ君お願いします。みんなありがとうね。それじゃあ僕が穴を掘っていくからバチは氷をお願いします。よし任しといて。マーちゃんとバラ君はこっちに続いて。それ完全に行くのか。バラ君乗り心地大丈夫？ちょっと痛いけど我慢できるよ。骨折したまま放置すると変な形に足になっちゃうから元に戻らないかもしれないよ。とにかく急ぎたいけどこの調子で行ったら1週間はかかりそうだな。歩くより時間かかってますよ。大丈夫です。この先に確か川があったはずだからそこまでなんとかして2人を連れて行こうよ。頑張るぞ。よし川に近づいてきたぞ。これなら1日で行けそうだな。おー一気に進めるのだ。いやあごめん。あ足が。なんとか病院にはたどり着けたけど。バナオ君大丈夫かな。あれも結構ひどくなってたからね。みんなありがとうね。やけに素直じゃん。いくらなんでも遅すぎるな。結構時間かかっちゃったからバナオ君の足悪化してたんじゃないの。すごい痛がってたもんな。みんなお待たせ。バナオ君足は大丈夫なの？おいらもう一生歩くことができないみたいなんだよ。え？一生歩けない？まさかそんな大事になってるなんて。なんてこった。あの時バナオ君を引き止めていればこんなことにはならなかったのに。でも一つだけ直す方法があるみたいだね。え？本当ですか？今から紹介してくれる先生のとこに行けば治るかもしれないらしいよ。この地図の場所にあるみたい。それなら早速。いやちょっと待って。え？どうしたのだ？その先生はとっても変わった先生みたいだから気をつけろって言ってるね。ショッピングカートで運ばれるバナナより変わってるの？いやそれよりは変わってないって言ってるな。こっちの先生の方が変わっとるやないかい。確かに変わった先生だし変な病院だけどそのショッピングカートを借りてバナ君を連れていくしかないよ。そうだね。それに変わってるって言っても病院の先生だしきっと直してくれるのだ。そうだな。バナオ君よりも変わってないんだったら大したことないような気がしてきたぞ。足音トイレが悪いからあんまり強くは言えないけど優しく押してね。それじゃあ早速ゴーゴーポッピンズだよ。ゴーゴーポッピンズ。ここが病院か。そんなに変わった感じはしないな。すいません。中の様子は一体どうなってるの？普通の病院みたいだけど。先生はあの人みたいだね。ん？先生が病人はベッドに寝かせろって言ってるな。わかりました。それじゃあバナオ君あそこのベッドに行こう。うん、お願い。って、ちょっと待って。バナオ君の足極太じゃん。痛みが増してるんだよ。まあ病院に着いたんだしゆっくりしてな。でも治せる先生のところに来たしこれで一安心だね。どうやらさっきの病院の先生からの紹介だから話はしてあるみたいだぞ。私なら治すことができるが100億円よこしな。100億円？なんてぼったくりなんだ。それにそんな大金持ってないのだ。分かったぞ。骨が折れて二度と歩けなくなってるから本当は治せないんじゃないんですか？私のゴッドハンドにかかれば一コロさ。しかしオペに命をかけてるからね。君たちも同等の対価を払ってもらわないと釣り合わないな。でも100億円なんか無理ですよ。100億円以外で対価を支払う方法はないんですか？ある。隣のタワーの屋上にある薬を取ってくればきっと彼の足は治るはずだ。命がけで取ってきな。さっきの先生もすごい変わってたけどこの先生もすごい変わってるな。そんな命がけだなんて。命を救う立場のはずなのに困ってる人の命を危険にさらすなんて。どうかしてるぜ。でもそれでもし本当に治せるって言うんだったら一か八か取りに行くしかないな。それに命がけって言ってるけど本当に命がけなわけないしね。きっと大したことないはずだよ。隣のタワーっていうのはすぐ近くにありそうだな。早速行ってみようよ。あのお君この病院で休んでたね。みんなお願いね。よし早速行くぞ。あのお君のために頑張るのだ。って
隣のタワーってあれかな。なんかめちゃくちゃでかいんですけど。この屋上にバナオ君を救う薬があるのか。屋上まで登るのは骨が折れそうだな。命がけっていうのも気になるけど、早速行ってみようよ。待てろよバナオ君。デスゲームが始まっちゃったよ。こんなにマグマが敷き詰められてるなんて、あの先生本気で殺すつもりじゃねえか。命がけって呪文なんじゃなかったんだ。でもこんなところで立ち止まってる暇はない。二人とも僕についてきて。なんだか燃えてきたぜ。落ちないようにとにかく気をつけてね。ってあれ、ここ渡れなくないかな。何やってんのカシ。早く先進みなよ。ビビってるんだったら先に俺が行かせてもらうぞ。ちょっと待って。あーつーい。だから待ってって言ったのに。それに言えないとか言われてたじゃん。ほんと性格悪い先生だぜ。でも一体このアスレチックどうやって渡るんだろうな。ジャンプして渡れなかったら届きっこないじゃん。もう絶対に死ぬの分かってやってたんじゃないの。って、ん？なんだこれ。何か怪しいボタンあるぞ。押してみてよ。ん？なんか一瞬壁が開いたのだ。それにチェストみたいなものが見えたな。もしかしたら中に何か使えるもの入ってるかもしれない。お、中にはしごが入ってるぞ。え、はしご？深い道あるかな。全然使えなさそうだけど。いや待てよ、もしかしてこれをここにこうして、よいしょ、危ねえ。でもこっちに渡れたよ。なるほど、私も行けるってことだ。やった、さすがカシ天才だな。よいしょ、ナイス。なかなかヒヤヒヤするアスレチックだったね。この先は壁にあるはしごを伝っていけばいいのかな。だね、とにかく落ちないように気をつけていこう。あれ、はしご一マスだからめちゃくちゃ緊張するのだ。ここ狭いから先に上上がってるね。よし、俺も後に続くぞ。カシも気をつけて、上に上がって待ってるから。了解。緊張するな。よし、なんとかいけたぞ。怖かったな。一回でゲームオーバーになるかと思ってドキドキしたのだ。でも二階は特に何もなさそうだけど、屋上に向かう道も見当たらないな。これじゃあ空腹で死んじゃうよ。いや、これはデスゲーム。きっと僕たちを試してるんだよ。何か上がれる方法があるはずなんだ。天井に穴が開いてるな。あそこから上に行けそうだぞ。確かに上には行けそうだけど、こんなの届きっこないのだ。きっと何かさっきみたいに仕掛けがあるんだよ。それにここ見て、なんだか怪しいブロックがあるんだけども。本当だ、一体何に使うんだろうな。ん？ここにチェストがあるな。なんでこんなところに隠してんだ。中には金のリンゴにレバーが入ってる。これでなんとか餓死する心配はなくなったな。でも上に上がる方法は見つからないね。もしかしてこの隠されたレバー、これをここにハヌンしてハヌンすると、うん、立派な階段が出てきたね。これなら上に上がれそうだ。なるほど、隠し階段にされてたのか。こんなの絶対見つけられないのだ。ガッシーがいてよかったぜ。ってどうしたの。残念。なんだこのフロア、氷の通路があのはしごに繋がってるな。けど、この雪を通れば、普通に行けそうだぞ。わーお！え？バッチ！大丈夫？どうなったのだ？いやー、危なかったよ。え？ここら辺の雪が、粉雪の落とし穴になってるんだよ。もしかしたら、この雪全部がそうなってるのかもしれないな。それなら、ちょっと試してみよう。ここは？落ちてったな。ダメか。それなら、こっちはどうだろう。落ちていったのだ。それなら、ここはどうだろうな。ダメだ。どうやらどうにかして、この氷の道を渡っていかないと、あっちには行けないみたいだぞ。でも、この氷の道って、通らないですよ。ほら見て。かがんでも通れないし、行く方法が見当たらないのだ。あ、いいこと思いついちゃった。え？何いいことって。ここは、匍匐前進で通っていけばいいんだよ。って、冷た！下が氷だから、霜焼けになっちゃうぞ。バラ君みたいにゴム太の。これだけは勘弁なのだ。匍匐前進じゃちょっと無理そうだな。でも、
どうやって行ったらいいんだ。そういえば、おばあちゃん、ボートはどうしたの。ボート？それなら持ってるけど。ちょっと、それを貸してくれない。マル、落とさないでね。でも、ボートで一体どうするの。行けるとは思えないけど。1ブロック分の高さだったら、ほら、こうやって通れるんだよ。でも、カッシーくんのボートしかないじゃん。何言ってんの、おばあちゃん。そこから乗ってみてよ。マル、おお、やった、渡ってこれたのだ。それじゃあ俺も。うわあ、これは楽ちんだな。なんとか進めたし、奥に行ってみようよ。だね。って、このサボテン当たらないように気をつけてね。マル、前床が滑っちゃうから、ちょっと緊張しちゃうよ。痛そう。行って。二人とも遊んでる場合じゃないぞ。氷の上は足が滑るから危ないな。なんとかここまで来れたのだ。上はどうなってるんだろうって。何この大量のゾンビ。またまたゾンビなんて弱いじゃんって。待てこっち。もうない、その時間。二人とも大丈夫。ここは怖すぎる。極太のゾンビに、ちょっと太ったゾンビに、髪の毛がないゾンビに、犬のゾンビ。何これ。ただ一つ言えるとしたら、怖いよな。二人とも噛まれてない。すぐに上に上がったから一応大丈夫だったのだ。とりあえずここから早く離れようよ。ダメ、まーちゃん先に行って。まる、通さないでね。うわー、ドキドキしたね。なんだかみんな僕に興味なさそうじゃん。早く上がろうよ。バッチとまーちゃんは美味しそうに見えて、僕はまずそうに見えるっていうことなのかな。そうかもしれないな。シックの色、ちょっと毒っぽいからね。そう、僕は毒ガエル。触れると危険だよってバカ野郎。まあその青色で食欲がなくなってるのかもな。っていうかこれ見てよ、マグマにファイヤーボールが出てるぞ。鬼ゆか、アスレチックになってるのだ。あれに当たったらマグマに落ちちゃうぞ。タイミングが決まってるみたいだから、出てない時に渡ればすぐ渡れるんじゃない。よし、今だ。行くぞ。頑張れ、マッチくん。うわぁ、危ねぇ。今スレスレだったよ。あやくまた燃えるところだったな。次はマイちゃん、続いて。よし、行った。今がチャンスなのだ。おぉ、何ここ、本当すぎない。うわ、まー、あ、ちゃんもスレスレだったな。ここ、時間がギリギリみたいだから急いで来た方がいいのだ。とにかく、炎が出た後に行ったらいいんだよね。急いで急いで、また来ちゃうよ。おぉ、危なかったな。カッシーの青いところも真っ赤になるところだったよ。そう、僕はタコ坊主って、バカ野郎。ごめんよ、とりあえず先に進んでみようよ。本当誰も燃えなくてよかったな。それにしても一体このタワーどこまで続くのだって。おお、ここってもしかして屋上なんじゃない。命を落とさずたどり着けたのだ。ということはこのどこかにバナオ君を救うための薬があるはずだよ。ん？このチェストの中かな。どう見てもそれが怪しいのだ。開けポッティン、中にはポーションにエビトラが入ってる。よかった、このタワーをまた逆走しないといけないのかと思ったよ。もうあの中に入るのだけは絶対嫌だもんね。とにかくバナオ君が心配だ。急いでこれを着てバナオ君の元に向かおう。ゴーゴーポッティンズ。で、うわぁ、気持ちいい。手すりをゲットできて心も軽いのだ。見てよ、下に病院があるぞ。バナオ君、お待たせ。僕たちついにやり遂げたよ。バナオ君なし、一体どうなってるかな。悪化してないといいけど。大丈夫よ、バナオ君、お待たせ。早速これを飲んでみて。って足がキングサイズになってるじゃねえか。もうズボンがパッツンパッツンだよ。これで本当に戻るといいんだけども。ありがたくいただくね。わあ、あっという間に治ったよ。ありがとう、みんな。ん？ちょっと待って、先生の気分が変わったみたいだぞ。気分が変わったとはどういうことなのだ。3人は命がけで薬を取ってきたからいいけど、バナオ君は対価を支払ってないから100億円払えって言ってんだ。そんなの話違うじゃん。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。
秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムも